はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65への算数、整数の問題をね、やってみましょう。まあ場合の数とも言えますけどね。まあ場合の数じゃないな、整数だな。この中学受験さくららチャンネルは、中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでも、どこでも、何度でもをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。栄東中の問題です。1から990までの整数を左から順に並べます。1、2、3、4、5、6。ね。って言って、まあ10、11、12って言って、100、101って言って、998、999まで並べるわけです。で、今度これらをつなげて一つの整数を作るわけです。くっつけちゃうわけです。で、最後が8999になるわけですよね。99万8999ね。これはもう桁わかんないですよ、これ。これ一体何の位なのか、この1がね。で、その上でこの整数の桁数は、四角桁ですと。左から2018番目の数字は四角ですと。この整数には0がほにゃこと含まれますと。さあ、じゃあやってみましょう。これね、まずこれ1から9までね、これ1個ずつですよね。1桁は1から9まで9個ですよ。ここね。で、2桁ね。そう、10から99まで。10から99までいくつあるかっていうと、99-9だよね。10引いちゃったら10も引いちゃったことになりますから、1から9までの9個引けばいいわけです。90個あります。で、90個がそれぞれ2つずつ数字を使ってますね。だから全部で 90×2 の180桁になるわけです。1桁は9桁だよね。で、2桁の10から99までは全部で180桁あるわけです。で、3桁。100から999まで一体何桁になるか。まずいくつあるかっていうと、999-99なんだよね。100引いちゃダメなのよ。999個からこの99個ね、の2桁の整数を引くから、これ999-999900だよね。3桁の100から999までは900個あるんですよ。で、それがそれぞれ1、2、3桁ありますから、900×3 の2700桁ですね、これね。3桁はね。そうすると、全部でじゃあ何桁の数字になるかっていうと、1桁目が9で、2桁が180桁あり、そして3桁が2700桁ありますから、9たす180たす2700の2800、89桁の整数になるってことが分かるね、これね。で、1番は2889桁なんですよ。2889個整数がね、1から順番に999まで並んでるわけです。さあ、その次2番。左から2018番目の数字は四角です。ね。いや、もうこんなのも書いてられませんからね。カッコ1。じゃあ、カッコ2。ね。さあ、1桁は1から9まで9個並んでるわけだね。1桁は9個。数字が並んで。2桁目は180個数字が並んで。これだけで189個数字が並んでるわけです。で、2018番目ってことは、あと
2018-189の9281829個ですね、あとね。だから3桁目が始まって1829個目がこれ2018番目の数字ってことですよ。でそうだとするとよ、ね、今2桁やりましたから103桁目は100から例えば199までね、ここが100の位が1の場合全部でいくつあるかっていうと、これ199個あるよね。1から199まで199で、100は入れませんからやっぱり99引くわけです。99個引けばいいわけです。そうすると100個だね。100から199までは100個あるわけです。でそれで桁が1、2、3個ありますから、100×3 の300個、数字が並んでます。だから100台だけで300個並んでます。でおそらく、まあおそらくっていうか絶対ね、200から299もう100個だよね、300個だよね。でそうするとね、1829個だから1829を300で割ると6余り29だよね。ってことは300、400、500、600から699までの 300×6 の1800個。これで1800個ですよ。だから699までで1800個。あと29個なんだよね。だからここから29個ですよ。だから700から、ここから、ここが29番目。701、702、703。704、705、706。707、708。これで3波24でしょ。で、709とあって、これで27個目。ね。3区27個目。で、その次の7、29サブロー中12、15、あ、18、21、24、20、あ、ここで27じゃん。27、ここで27、708で27番目だよね。ただ7、この7は28番目、そして29番目はこの709の0だね。この0ね。だから2018番目の数字はこれ0ですよ。さあじゃあ3番、ペースがね、もうほとんど余っていませんけれども、この整数には0が四角個含まれる。さあ一体0が何個あるか。さあじゃあもう少ないスペースでね、ちょっと頑張りましょう。さあ0の数、さあ1から99までの間にゼロがいくつあるか。これ10がありますよね。で20、30、40、50、60、70、80、90とそれぞれ10から90まで、これ10、20、30、40、50、60、70、80、90、9個なんだよね。これね、1から99までは9個なんですよ。でさあじゃあ100からね、100から110までがね、これ2個あるでしょ。1、2。で、101、102、103、104、105。で、109までが、ね、100が2個あって、101から109まで9個あって、11個だよね。で、今度110から120、130、190とあって、で、199までありませんから、ここ110から190までの間が9個だよね。ってことはね、
100から190までの間に11たす9の20個あるんですよ。20個。100から190までの間に0は20個ある。で、じゃあ200から299はどうかというと同じだよね。200が2個あって、201、202、203、209まで9個で、210から290まで9個で、299までもうない。そうだとここも20個だよね。だから300も20個あるし、400も500も600も700も800も900も20個。ってことは、100から900まで 20×9 の180個、3桁の整数の中には0があるわけです。で、あともうちょっとですよ。1から99までは9個0がある。100から999まではね、180個ある。ってことは、全部で合わせて0は9たす180の189個あるね。ってことだね。大変でしたね。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。